農書弁次郎と、ふみこ父子、農書ふみこ4月23日から1964年12月17日は、明治末期から大正初期にかけて、父、農書弁次郎のピアノ伴奏により、数々の唱歌を吹き込んだレコード歌手。娘は、同様歌手の農書4年後、1896年、農書弁次郎の長女として、東京に生まれる。1906年頃、 伝承童扱いのアメリカコロンビアにレコードを吹き込んだことを皮切りに、初期の地区において数々の消化レコードを吹き込み、同社のドル箱的存在となる。また、同時期には東洋蓄音機にもレコードを残している。文子が吹き込んだレコードのほとんどは、父、ベンジローのピアノ伴奏によるものである。レコード歌手としての活動の傍ら、1910年4月に、 東京音楽学校専科に入学し、小華とピアノを履修。1915年3月に終了。東京音楽学校終了後、ピアノを研究するため、アメリカに渡り、米市を出産。1920年代に、東京の実家に戻った後は、ベンジローと共に、子供たちにピアノを教える。そこには、マンドリン奏者のヒルマケンハチ、キヌコチチコが顔を出すほか、 慶応の学生服姿のマスナガ・タケオ少年もピアノを習いに来ていたという。1927年から1928年にかけて十数年ぶりに非地区から6面のレコードを新規吹き込みし発売するほか、1926年から1929年にかけてはラジオに出演し、18時代の子供の時間に独唱、ピアノ伴奏を披露した。10月3日、 1928年1月18日には、ベンジロー、ヨナゴと共に、親子3世代で出演を行っている。戦後は、鎌倉に移住し、ピアノをやめて子歌、長唄を始める。西洋音楽関係者との交流は、唯一、昼間きぬことのみであったという、ありがとうございます。